みなさんこんにちは、かほです。今日は私の筆箱の紹介をします。イエーイ。隣にはゆらがいます。やっほー。テレスでしか見てないな。めっちゃ緊張していますが頑張ります。私の筆箱の中身をよかったら新中一の皆様に参考にしてもらえたら嬉しいです。私の店舗はこれです。2個使っています。こっちの、ちょっとレトロなスヌーピーの縦型店舗と、私がデビューした号の付録のポーチを使っています。こっちのスヌーピーのペンポーチにペンなどのよく使う文具を入れていて、こっちのポーチにあまり使わない文具を入れています。では紹介していきます。こんな感じに開けて普段は使う縦型ペンポです。あ、そうです、こんな感じに立てて使っています。第3位は、あった。ユニコーンの絵が入ったシャーペンです。これはお友達とお揃いで買ったシャーペンで、この透け感が入っているのと、私の大好きな薄紫が入っているのがお気に入りです。グッドグッド勝負。かわいい。じゃあ次、第2話。こっちのポーチなんですけど、ピンクラテさんのちょっと海外っぽなテープカッターです。こんな感じにして使います。これも大好きな紫が入っているのがお気に入りです。めっちゃ手震えてる。第1話、ルブトキシックさんの定規です。これもパープルが入っているのがお気に入りで、これも透け感があります。以上が私のトップ3でした。ね、紫が好きなんだね。そう、紫がすごい大好きで、結構多いし、今日の主食も紫。そうね、ベルトもね、紫。ベルトも紫です。それはどこで買ったんですか？これは最近できたアンラブさんで、はい、昨日買いました。おー、昨日。はい、また紫が入ってるんですけど、デイジーと、ドナルドのシャーペンです。これはここの大人っぽいロゴがお気に入りです。めっちゃディズニーのを集めてます。チップとデールのそうシャーペンです。このチップとデールがじゃれ合っているところがすごく可愛くてお気に入りです。ニヤつきが止まらないの。はい、はい、次誰？リトルグリーンメン。リトルグリーンメンの、絵が入ったシャーペンです。これは折れにくい。クルトガあ、クルトガで、勉強に集中しやすいです。モンスターズインクのシャーペンです。これもまた紫が入っているんですけど、このドクタークリップのところの色の順番が変えることができて、簡単なイメチェンもすることができます。あ、フルト出るやつ。フルト出るタイプです。ペン型の消しゴムです。これはお友達からディズニーのお土産でもらったものなんですけど、
中はこんな感じで、細かいところもすごく消しやすいです。なるほど、ありがとうですね。はい、また、友達にディズニーのお土産でもらった黒ボールペンです。中はこんな感じで、普通のボールペンよりも細いです。友達ありがとう。お友達ありがとうです。今紹介したものは全部ディズニーキャラクターの文具を集めています。でも筆箱はスヌーピーです。どっちが好きなんでしょうか。ちょっと集め時期が被りましたっていう感じですね。ありがとうございます。次、サラサさんのピンクと青のボールペンです。学校でも持っている子が多くて、定番のボールペンです。蛍光ペンです。黄色とピンクを使っています。これは開けやすいイージーキャップになっていて、ここのくぼみを押すだけで片手でも簡単に開けることができます。便利そう。ゼブラさんのシャーペンです。これは、お友達から2個目になった祝いにもらったものです。カクカクになっているので書きやすいです。持ちやすい。ビットのグレープフルーツの香りです。すごい、すごくいい匂いがする。どの匂い？グレープフルーツか。酔わない？そう、海苔海苔ってひどくない？え、海苔ちょっと海苔は虫けど、あ、強くないですか？嘘。うん、海苔。なんでなんで。本当にいい香りがします。の軽く消せるタイプの消しゴムです。これは黒なので汚れが目立ちにくいということで黒のを買いました。こちらの筆箱は以上です。こっちのポーチの中身を紹介していきます。パステルカラーの付箋です。これはペンとかがパステルカラーが多いので、パステルカラーの付箋を選びました。ドイツ感を出すためにですね。これはイオンさんとで買いました。最後です。 0.5mm のシャーペンの芯です。塾とかでも使ってるくらいです。私の筆箱の中身は以上です。筆箱の中身の紹介はいかがでしたか。はじめとニコラ TV です。いや、もうほんとすごい緊張したので、すっごく手が震えてて、やっと今終わりました。イエイイエイイエイ。これ正直に答えていいですか？見た目はもう大人なんですよ。ちょっと同い年って思えないぐらいの大人だけど、実際喋ってみるとすごい子供らしいというか、明るくて、おしゃべりな私についてきてくれる、おしゃべりな6年生です。次々な感じですね。ずっと喋ってるね。写真撮るか喋るか。変な、なんかスタンプとか使って遊んだりとか。今日はなんかすごい目が大きくて、目が大きくて、それでどんだけ漏れるかっていうのを聞いてました。なんか目がつぶったらすごいことそこにないよ。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。おすすめ動画も見てね。入りたい部活、入りたい部活、今すっごい悩んでる。入るか、あ、そういうことなのか。そっち。なんか入るなら
卓球部に入ろうかなって思ってて。いいね。